ダイナマイト放送部。ダイナマイト放送部のファジ J1 日記2022その16。今回ですね、ここは今年5月末にオープンしたファジ J の岡山フットサルパークダイアンジランです。はい、バテてますね。何年ぶりかな、ボール蹴ったの。あ、本当ですか。だってその昔作ったこれがユニフォーム、ダイナマイト集球団っていうチームがあったんですけど、はい、打ち合いもめして解散になりました。どうですかこのコート。いや、綺麗ですね。まあ、新幹線通ってるし、はい、西バイパスにも近いし、うん、はい、で、ここにコートが2面あるっていう、うん、いや、綺麗な、はい、人工芝ですし、まあ、蹴りやすいかなと思いますね。なるほど、はい、じゃあこの後ですね、うん、瀬島さんと一緒にこの施設を紹介していきたいと思います。それじゃあここでおなじみの広報担当瀬島さんに登場していただきましょう。どうぞ。やんやーん、こんにちは。ファジ J の岡山広報担当の瀬島啓二です。よろしくお願いします。はい、どうもです。いや、しかし素晴らしい施設ですね。そうですね、まだ言っても出来たてほやほやなので、コートで言うと人工芝2面。そうですね、フットサルができるコートが大とショート、はい、2面あります。でプラス、はい、照明。そうですね、少しでもここでまあ練習してもらったりとか、はい、気軽に、ね、うん、こういったまあスポーツ施設を利用してほしいという。そうですね、一般の方も、はい、貸し出しをしてますので、ウェブから申し込んでもらえればと思います。ちょっと向こうに見えているクラブハウスなどなど、聞いてもいいですか。はい、もちろんです。瀬島さん、こちらが何なんですか。はい、そうですね、レセプションって書いてますけど、はい、まあ、受付だったりするので、ええ、スタッフが中にいますので。あ、わかりました。はい、じゃちょっといいですか、中見て。はい、こちらがレセプションとなっております。ここにやってきたらまずはこちらにどうぞ。瀬島さん、こちらはどういった。はい、チェンジングルーム、まあ、更衣室ですね。チェンジ、なるほど、はい、なるほど。着替えて、コートに出ると、はい、いうことですね。そうですね。はい、で、お隣には女性用の更衣室もありますので、はい、鏡とかもついてるので、ちょっとお化粧直しなんかもできちゃう。はい、さあ、そんなわけで、しんごちゃん、せじさん、ダイナ、この3人でやっときます。まあ、せっかくね。いいことがあるんで、はい、それはもうね、元 J リーガー、はい、現役のフットサルプレイヤー僕6、7年ぶり、まあ、さっきちょっとだけ蹴ったんですけど、はい、めちゃくちゃ楽しかったです。いやー、ボール蹴るだけで楽しいですよね。じゃあこの3人でちょっとボール蹴ってみたいと思います。どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。本当になんかカメラ回ってるとシュートって入んないんですね。慎吾からポストで落としてもらうなんて贅沢やなと思う。いろんなこと、もういろんなこと考えすぎて集中力欠いてましたね。でもね、マジ楽しいです、フットサル。そうですね。皆さんもぜひファジ J の岡山フットサルパークダイアンジ利用していただきたいと思います。
さあそしてですね、今日夜8時からは FM79.0 レディオモモでファジュアーノ岡山 JYA の怪談シーズン5が放送されます。今回はお疲れ様です。お疲れ様です。ハイサイ、ハイサイ、まさにですね絶好調夏男、41番の徳本修平です。お楽しみに。それでは皆さん、またね。さよなら。皆さんありがとうございました。ダイナマイト放送部のファジー J1 日記2022、このチャンネルはご覧のスペシャルスポンサードサポートアテンドでお送りしました。